イエスの洗礼。イエスの洗礼。タイの洗礼とは、新約聖書の福音書に現れるイエス・キリストの生涯のエピソードの一つで、ヨルダン川において、洗礼者ヨハネから洗礼を受けた出来事。キリスト教の洗礼の儀式のもととなった、ルカによる福音書と、マタイによる福音書では、イエスの幼年時代の記述が異なり、マルコによる福音書に至っては、 イエスの幼年時代についての気を一切省いているが、これらの共感福音書はどれも、イエスの洗礼に関しては、同じような内容の並行記事となっている。マタイもルカも、イエスの幼年時代の記述からいきなり、イエスの洗礼に話が飛べている。ルカによれば、イエスが洗礼を受けたのは30歳の頃だったという。共感福音書で、イエスの洗礼の記述はどれも、 同じような組み立てになっている。はじめに、洗礼者ヨハネが紹介され、彼の言葉と洗礼の儀式について述べられる。次に、イエスがヨルダン側にやってきて、洗礼を受ける。その後天が開けて、イエスこそ自分の子であるという神の声が聞こえる。これが、イエスの好生活の始まりとされている。教官服音書であっても細かい移動はあるが、 ほとんどのキリスト教派においてイエスの生涯における重要な出来事の一つとみなされている。カトリック教会で唱えられるロザリオの祈りのうち光の神秘の一つがこのイエスの洗礼になっている。洗礼者ヨハネはユダのアレノで教えていたという。ユダのアレノというのは視界から高地へ上がった乾燥した地域で人はあまり住んでいなかった。 アレノという言葉がしばしば砂漠と同義に取られることがあるが砂漠ほど乾燥していたわけではなく放牧が行われていた。プリニュースはこの地域がエッセネ派の暮らす地域であったと言ってお、実際に洗礼者ヨハネがエッセネ派の指導者の一人であったという説もある。聖書学者ドナルド・グスリー、ドナルド・ガスリーによれば当時都市よりもアレノの方が神に近い場所であると 考えられていたという。福音書によればイエスはヨルダン川でヨハネとあったとされる。イエスの洗礼の場所とされてきた区域の一つはアレンビー渓谷の南カシールアルヤフドと呼ばれるヨルダン川の西岸である。現代ではここに聖教会の修道院があるがイスラエル軍の軍事監視区域となっており一般人の立ち入りが制限されている。だがイエスに ゆかりのあるヨルダン川で洗礼を受けたいという人が多く集まるため、一部に解放区域が設けられている。同じ区域のヨルダン川東岸も古代より、キリスト教徒たちに尊重されてきた。ヨルダン政府観光局は東岸こそ、イエスの洗礼の場所であると宣伝しており、実際に、東岸の遺跡あるイコールマグタスは、イエスの洗礼の地として2015年に、世界遺産リストに登録された。 ルカ福音ではイエスは群衆の一人として、ヨハネのところへ赴き、洗礼を受けている。マタイ福音では、イエスの洗礼の場面では、イエスとヨハネ以外の登場人物は現れない。ルカとマタイではヨハネはファリサイ派とサドカイ派批判ととれる言葉を持って登場する。この批判は、ルカとマタイに固有のもので、二つが参照したと考えられる。マルコ福音には、 そのような批判割られない。マタイとルカでは、ヨハネは登場するや集まった人々を、マムシの子らと非難し、改心を求める。マルコに、このような箇所がないことから、この、ヨハネの言葉は、旧資料に由来していると考えられる。ただ、マタイとルカでも違いはあり、ルカではヨハネが、人々全体に、非難の言葉を向けるが、マタイはファリサイ派やサドカイ派に限定している。 ある学者たちによれば、ヨハネに近づいたファリーサイ派の人々というのは決して、ヨハネに浸水したからではなく、自分たちの権威を脅かす者と警戒し、調査しようとしたためヨハネに非難されたという。歴史的に見れば、この時期にファリーサイ派とサドカイ派が共同して現れるというのは考えにくい。というのは、神殿崩壊前の時期、両派は、ユダヤ人の中での主導権を握ろうと激しく、 対立していたからである。なぜマタイは、ヨハネの非難を特定の人に向けたのだろうか。エドワルド・シュバイツァー、エドワード・シュ・ホワイトサーはマタイがあるかと違って、ユダヤ人を読者として想定したため、ユダヤ人全体を批判するような記述を避けたかったのではないかと考えた。そこで、マタイ福音書の成立時に、 キリスト教徒と激しく対立したファリサイ派にその矛先を向けさせたというのである。もちろんすべての学者がこの考え方に同意しているわけではなく、単にファリサイ派とサドカイ派という言い方でユダヤ人を創生しただけという見方もある。マムシノコという言い方はおそらくエレミヤ書四十六、二十二に由来すると思われる当時の悪口の定型句であった。 マムシノコという言い方で相手を罵倒する表現は、ここから生まれ、シェイクスピアがトロイラストクレシダで用いているし、サマセットモームの書いたカタリナにも要例が見られる。ルカの中ではイエスは単に群衆の一人として、ヨハネの元に行き、ヨハネかあるいはその代理の人から洗礼を受ける。またエと、マルコではイエスは、ヨハネの元に直接赴き、ヨハネ本人から洗礼を受ける。 マタイ福音書ではヨハネに対してイエスが語る言葉がイエスの最初の言葉になる。伝統的にマタイは新約聖書冒頭に置かれていたため、このイエスの言葉が新約聖書で最初のイエスの言葉となってきた。このことから聖書学者たちはこのイエスの第一世を重要なものとみなし、熱心に研究してきた。マタイの中でイエスは ヨハネから洗礼を受けるのが正しいことだという。これはなぜイエスがわざわざ洗礼を受ける必要があったのかということを説明するために後から付加された言葉だと得られている。正しいことというのは、マタイの中では重要な概念であり、神に従うことと同義である。マタイは同時に予言が成就したという言い方をするが、イエスが正しいことを行うことこそが神の意志の成就で、 あるという位置づけをしていると言える。またヨハネが罪の清めの印として言っていた洗礼をなぜ罪のないイエスが受けたのかという疑問に対しては伝統的に次のような答えが与えられてきた。第一はイエスが人間にとって洗礼がいかに大切なものであるかを示すために受けたというもの。第二はイエスは全人類の罪を贖うという大きなプロセスの一部として 洗礼を受けたというもの。それ以外にも、キリスト理解の差によって様々なキリスト教派において異なる捉え方がされている。マルコやルカと異なり、マタイはイエスがすぐに自ら上がったことを強調する。ロバート・ガンドリー、ロバート・エイチ・ガンドリーは著作の中で、ヨハネの洗礼ではその後、川の中で罪の告白をするという流れになっていたが、イエスは罪を犯していないため、 すぐに川から上がったということが強調されているのだと解説している。キリスト教のほとんどの教派ではイエスの洗礼が大切な出来事として捉えられているがイエスの洗礼に何ら意味を認めないグループもある。例えば中世のボゴミル派では洗礼者ヨハネは悪の手先であったと考えその洗礼も非造物の汚れをイエスに及ぼそうとする邪悪な試みだったとみなしていた。 このような考え方は珍しいものだが、キリスト教の多くの教派の洗礼の儀式で、ヨハネのように川で行う洗礼のやり方を採用せず、また二十八章の下りや、使徒行伝に現れるような洗礼の式を形式として用いていることは興味深い。というのも、キリスト教のグループの中には再洗礼派のように、イエスが受けた洗礼のやり方を忠実に守るべきだと考えるものもあるのだ。 またこのようなグループではイエスが三十歳で洗礼を受けた孤児から幼児洗礼をも否定している。福音書によればイエスが洗礼を受けると天が開いて神の霊が鳩の形で下りイエスが神の愛する子であるという声が聞こえたという。天が開いて声がするという表現はエゼケール書の冒頭から取られたものであろう。古い写本では天が開けてという部分が 天が彼に明けてという表現になっており、心の中の出来事という印象を与える。もしそのように捉えれば、なぜルカでは居合わせた群衆の反応を一切書いていないのかということも説明がつく。この声は、鳩の形で下る例とともに、新約聖書中において三位一体のシンボルを最も明快に示す箇所という見方がされてきた。しかし学者たちは、 キリスト教の中で精霊という概念が主流になるのマタイ福音書が書かれてから数世紀後のことであるという。ルカでは鳩の形をした霊という表現がはっきり用いられているが、マタイの言い回しはそれよりも曖昧なものである。福音書の著者たちが鳩というシンボルで何を表そうとしていたのかということは、聖書学者たちの研究の対象となってきた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。